ご主人様、よしみ様がお上がりになりました。ゆいと上がったよ。お湯の素入れといたから。何でもない。目が覚めると朝だった。そばで源と平野が眠っていた。ロボットは多分食事の準備でも始めているのだろう。私は一人屋上へ上がった。今日のことを考えると不安だった。また記憶喪失になってしまったらどうしよう。昨日のように。おい、なんか寒いな。げえ、なんで私が裸なんだ。なに、そんなことしようとしてたのか、このスケベ野郎。昨日のやりすぎた平野が、あんなことするはずがないもんな。なんで覚えてないんだろう。平野に追いかけられて逃げて、地下室が見えて、それから気がついたら平野がいたんだよな。服も脱いでて。なんで覚えてないんだろう。小学校の時からずっとこんなことばかりだな。同級生に掃除用ロッカーに閉じ込められて、気がついたら私は教室にいて、男の子が謝っていた。後で友達から、ミキって泣くとすごい子供みたいと言われてびっくりした。泣いた記憶なんてなかったからだ。他にも似たようなことがあった。気がつくと自分が全然知らないところにいたり、気がつくと数時間が過ぎていたり、気がつくと買った覚えのないものを食べていたり、親にはもちろん話していた。話したって信じてくれるわけがないから。私はお母さんが嫌いだ。時々覚えのないものを買ってきたり、しょっちゅうメガネをなくす私に対していつもヒステリックに怒鳴りつけるだけ。いくら知らないって言っても、布団たたきを持ち出して私を部屋の隅っこに追い詰めて、私が泣いているのに何度も叩く。本当に知らないのに、自分でもわからないのに、絶対しないでおこうって思ってるのに、痛さよりも分かってもらえないのが辛かった。いつもあざを隠すために体育を休みながら、打たれながら死んじゃえたらいいのにと思った。記憶喪失もなくなるから、ずっといい子でいられるから。
もうあと4日になっちゃったね。ずっとずっと合宿だったらいいのにな。何？何が？うん、ゆいとは思わないの？エーゲンジ先輩嫌いなの？だって先輩って9月でタイプじゃん。うちの習わしでしょ。苦手かと思ってた。ゆいと人相悪いから。別人？ないけど。何それ？ないよ。言うの？そうだよね。助かった。あ、別に。もうすぐお昼だな。お前と私、ああ、突っ切るか。そうだな。昨日はごめん、ひっぱたいちゃってびっくりしたんだ。気づいたらいきなり。本当に私が誘ったのか。本当にごめん、引っ叩くつもりじゃなかったのに、つい。でも痛かったろ。幼稚園の時のことはよく覚えていないから。私ってそのどんな風なんだ。だからそのおかしくなってる時、怒んないよ。それで何？お前デタラメ言うな。そりゃそうだけど、話作ってないか。そうか。大丈夫じゃないのか。ひどいよ。お腹すいたよ。二人だから美味しいもの食べれると思って我慢してたのに。ひどいよ。しくしく。お腹すいた。えへへ。おいちい。これも食べていい？
ああ、ヘブヘブ、気持ちかったんだよ。こんなにお腹を空かせているのに、どうして帰ってきてくれないんだろうって思ったら、ハラハラ涙が出てきて、グーグーお腹が鳴って、源クケクガクケクガ。源、起きてくれよ、頼むよ。クケ、ダメか。くそ、肝心な時にロボットはどこ行ったんだ。どうしよう、誰を起こしたらいいんだろう。源、頼むよ、起きてくれよ。くけーくけーくこー。どうしよう、出ちゃうよ、誰か起きてよ。平野、起きてくれるかな。平野、平野、平野。いや、別に。待て。いや、別に大したことじゃないんだ。おい、ちょっと外行きたくないか。学校の中歩きたくないか。あ、歩きたいだろ、歩きたいだろ。いや、そういうわけじゃない。今日源が起きないから。クケクガスピシクシク、ひどい。おはようございます、ご主人様。
まだ寝ているようです。ご主人様、朝ごはんお召しになりますか？皆さん、絵は描かれないんですか？スー、もっとご主人様の描いた絵が見たいです。そんなことないです。スー、嬉しい。